スパッと切れた。病院では切断した先端の骨を削り、なぜヤクザは指詰めをするのか。暴力団幹部が証言。組長と子分の間で交わす、親子杯、背中に入れる和彫りの入れ墨など、暴力団社会には特有の多くのしきたりや習慣、掟がある。そうした中で不祥事や不始末があった際のケジメとして行われるのが指詰めだ。自ら手の指を切断し、謝罪の意や誠意を示すために行われるとされ、組織を脱退する際にも行われている。一般社会では受け入れがたい特異な習慣だが、暴力団幹部らはヤクザの社会での伝統的なけじめと口を揃える。心臓の鼓動に合わせて痛みが指を詰めた時は、その日の夕方あたりから心臓の鼓動に合わせて切断した指の先にズキンズキンと痛みが走った。3日間ほどは本当に痛かった。左手の小指の先端を切断した経験がある首都圏に活動拠点を置く指定暴力団の古参幹部が自らの体験を語った。自分が指を詰めたのは10代の後半のまだ若い頃だった。関東地方のとあるテキヤの組織に志願して入門した。事務所に出入りするようになったが、事情があって離れることになった。わずか数ヶ月のことだったので申し訳ないという気持ちから指を詰めることにした。重大な不祥事を起こした役ではなかったが、自身で指詰めすることを決めたという。指を詰めるにあたって、自分で包丁を右手で持って左手の小指に当てて、親しい友人に包丁の上部にハンマーを振り下ろしてもらった。一発でスパッと切れた。痛みはあったが、すぐに病院で治療してもらった。麻酔が効いてくると痛みはさほどではなかった。病院ではまず切断した指の先端の骨を削った上で縫い合わせた。当初は麻酔が効いていたが、切れてくると痛みが続いたという。テキヤを志願しておきながら短期間で抜け出したことは、指を詰めて詫びを入れるほどの不祥事かどうかは不明だが、部屋住みと呼ばれる住み込みでの行儀見習いが身につく前に辞めたため、テキヤの事務所を訪ね、切断した指を親分に手渡して詫びたという。この古参幹部が当時の心境を振り返る。テキヤの親分に対して気持ちを伝える目的もあったが、やはりヤクザをやっていくには指を詰めていた方が格好良いという考えや、指を詰めていることへの憧れという気持ちもあった。まだ10代の後半の本当に若い頃のことだったので、勢いで詰めた。今からすると若気の至りかもしれないが、古参幹部はその後改めてテキヤとは違う指定暴力団の二次団体の組長の杯を受けて組織に入り、首都圏各地で長年にわたり活動を続けている。大型灰皿を何度も振り下ろして切断、上場企業から違法な資金を引き出していたために、暴力団と同様に反社会的勢力の一員として、かつて警察当局から捜査対象とされてきた総会屋の一部にも同じように指を詰める習慣があった。国内最大の総会屋グループとして知られたロンダン同友会の中堅クラスの元幹部が自らの体験を述懐する。ある晩に自宅にいたところ、ロンダン同友会の幹部をしていた先輩から電話があって、すぐに家に来てくれということだった。先輩の自宅に駆けつけると、今に通されて会長に詫びを入れなければならなくなった。今から指を詰めるから見届けてくれとのことだった。事情を聞いたところ、指を詰めるまでの不始末ではないのではないかと思いとどまるよう説得したが、どうしても指を詰めると言って聞き入れてもらえなかった。その後、先輩は出刃包丁と直径30センチ以上はある円形の大きなガラス製灰皿を持ち出してきたという。先輩はテーブルの上に置いた左手の指の先端に右手で持った出刃包丁を当てた。そこで灰皿で上から包丁を叩けと指示された。仕方なく叩いたが、なかなか指を切断できなかった。さらにもっとやれと強く言われたため、何度もやったがダメだった。しばらくするとガラス製の灰皿を叩きつける大きな音に気づいた奥さんが出てきて、何しているの
やめて、と叫んだが、続けろと、先輩に言われたので仕方なくやった。何度目かで、ようやく指が切り離された。この人は、爽快屋になる。前はヤクザをやっていた。だから、トラブルがあれば、指を切るのは当然と考えていた。だが、自分としては、今でも、思い出したくない出来事だ。ロンダン同友会会長だった。正木達樹、2016年死去は、上京して、爽快屋家業を始める前までは、出身地の広島で、地元の暴力団組員として活動しており、その際の不始末のために、両手の小指を詰めていた。昭和から平成の時代の、活動最盛期の頃の、ロンダン同友会は、指定暴力団住吉会の、有力二次団体と友好関係にあり、爽快屋と称していても、暴力団的な気風は色濃かったのが実態だった。指詰めで、多数の逮捕者が出ている。指詰めは、暴力団の間では、伝統的に行われてきたことだが、刑事事件として、立件の対象となって久しい。近年、警察当局が摘発した事件としては、2016年5月、富山県警が傷害と監禁容疑で、山口組系暴力団幹部、69ら4人を逮捕したケースがある。事件が起きた原因は、2015年8月に山口組が分裂したことだった。山口組から離脱して結成された神戸山口組に合流しようとした組員の男性に制裁を加えるために行われた。逮捕された幹部らは2016年3月、組織を抜けようとしていた男性を車で拉致して連れ回し、富山市内の山中で暴行した上、男性の指を切断する重傷を負わせていた。山口組では2014年1月にも同様の事件で逮捕者が出ている。組を抜けようとした男性27を車で拉致して名古屋市内の事務所に連れて行き、男性の左手の小指をノミとハンマーを使って切断したとして、山口組系幹部48らが傷害容疑で逮捕された。長年にわたって暴力団犯罪捜査を担当してきた警察当局の捜査幹部 OB がこうした事件の背景について解説する。そもそもヤクザは何かしらの被害にあっても警察には届け出ないものだ。しかし1992年に暴力団対策法が施行されて、しばらくするとヤクザを辞めたいという組員が多くなってきた。抜け出す際に指詰めなどの制裁にあったため、警察に相談に駆け込むケースも増えた。暴対法施行後は指詰めを事件として摘発することが結構あった。捜査幹部 OB は2011年までに全国で整備された暴力団排除条例の施行の効果が大きく影響していると指摘する。暴対法の上に暴力団排除条例で収入を確保できなくなってきただけでなく、スマートフォンを持てない、銀行口座を開設できないなど、経済活動から排除されたため、ヤクザはさらに苦しくなった。それで辞めたいとなって、指詰めなどの事件の摘発が増えているのだろう。